どうも、なおちんです。さあ、今日もメガトン級武蔵やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最高の装備入手しました。もうこれ最高です。それが、これなんだよね。蒼月の射撃炎、これです。スキルが素晴らしい。射撃武器の相談数プラス20。そして、リロード速度が25。で、耐久値が1で耐えて、無敵時間が発動する。根性だね。これめちゃくちゃいいね。この蒼月って強いんだけども、弾数が少なすぎて、全然ちょっとね、使いにくい武器なんだよね。そこに、相談数アッププラス20が入ったことで、これね、超一級品の装備に生まれ変わりました。拡張のところにも相談数、4を3つ入れてます。まあ5をね、3つ入れた方がいいんだけども、5がちょっと、他のところに装備してるので、とりあえず4を3つにしてます。まあこれで十分だね。十分。で、これを装備したときに、ここのクエストが、もうめちゃくちゃ簡単になった。暴虐の獣。こいつって、斬撃の炎が弱点なんだけども、このショットガンの炎でめちゃくちゃダメージ与えれます。これ素晴らしいよ。行ってみましょう。メガトン級です。ではまずは、雑魚敵から倒していきましょうか。代わりの雑魚敵からやっていきます。はいはい。とりあえずこいつはね、雑魚を倒さないと回復しちゃうので、まずは雑魚から。どこだ？見えない。あ、いた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 。別にね、弱点属性で攻撃せずとも、この攻撃力が高すぎる武器だから、全然そのままでいけるね。OK。では行きましょう。この武器はね、強いんだけども、ほんとね、弾数が少なすぎて、ダメだったんだよな。とにかくこれ弾使うのよ。使いまくるこれ。うん。で、これクリティカルファクター入れると、すごいね、元々のクリティカル率が高く設定されてるんだろうね。ほとんどね、クリティカルしか出ない。これは素晴らしい。よし。で、これだけね、ダメージも与えてるんで、さすがのこいつも、すぐ破壊されます。転んじゃうんだ。そっからがもうパーティータイムよ。バッシバシやっていける。よっしゃー。 OK で、次がこっちの足クリティカル入れて、多分次のね、雑魚敵を呼び出す前にいけるんだよね。それぐらいの速さでいける。よっしゃ、転ばせるぞ。じゃあ、いいねーゴリゴリ削る。 OK、 次は頭をね、破壊する前にもう倒しちゃおう。いきましょう。じゃあ必殺技もね、こんだけヒット数が高いとこれはね、使い放題。よし、 OK、 終わり。めちゃめちゃ速いでしょ。これはね、本当にやばい武器が完成した。普通だったらば、弾数がまあ多くても、20発撃てないもんね。20発撃てないんだけども、このね、相談数プラス20がつくことによって、この撃ち放題になるこれ、最高です。はい。ということで、今日は最高のショットガンを入手したので、ご紹介でした。素晴らしいね。もともと弾数6で、なかなか使いにくいやつだったのよ。これに、相談数が入ることによって、もう劇的に強い武器に変わりました。まあ、もともと強いんだろうけどね。さらに強くなったっていう感じです。まあ、まだね、属性、青と紫しか持ってないので、他のやつもね、探していきたいと思います。まあ、さらに、この相談数が入ってるやつだったらば、最高なんで、まあ最高の武器を目指してどんどんやり込んでいきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。